調理をしていきます。漬け丼というのを作りたいんですけど、ちょっと適当に調べた感じで、作っていきたいと思います。こんな感じで、大体こんな感じでできました。気に身を入れます。身を入れたら醤油、につけます。で、ここに酢も少し入れたいと思います。で、次にこちらのお酒ですね。お酒も少しだけ、これで入れちゃうのもちょっと大雑把すぎるというか、入れすぎたまあいいや、しょうがない。そしたら、はい、そしたらこれで少し時間を置きたいと思います。いい感じだね。ちょっともう少し薄く切ってもよかったかもしれない。